やっぱりトレバーっていうか、なんですかね、車の運転は結構しやすかったですね。まあまあ。さあ、またまたじゃあ移動中のコメントいきましょうか。どこまで行ったっけ。結構皆さんから、なんだっけな、一緒にオンラインやりましょうって来てるんですけども、生放送でオンラインしますから、皆さんも毎週ですね、僕土曜日の、午後1時から生放送してますから、まあ、グラセフ以外にもいろいろやってるんですけども、そこであらかじめ告知するんで、来たい方は来て一緒にやってください。あんまないな。37 36、これは何のエピソードだったっけかな。いろいろね、来てますね。あ、これウルルン滞在記の真似した時だ。似てないっていう、コメントが来たりだとかしてましたね。結構荒れてんのかな。いろいろ厳しい、心にぐさっとくるね、厳しいコメント来てますけど。まあね、実況者としてそういうことを言うんで、言われるのはもう当たり前なんで、しょうがないですね。七志のヒロさんとかね、こういう動画見てるとやりたすぎて寝れませんとかね、もう皆さんすごい楽しみにされてると思いますけど、もうあと明日明後日出ますから、もうバッチリじゃないですかね。あとこれが来てますね。6炭酸、英語のマークなどには矢印表記はされない、敵とか丸いマーカーに丸の中に矢印がつくということが書いてあります。さあ、ここで、とりあえず下ろしたんで、トラックを、まあここで準備ができたということですね。これがね、なんでゴールドが取れなかったのかがちょっと悩みなんですけど、まあ、ちょっとぶつかったのと時間が遅かったからかな。この今からね、お使いミッションがバンバン出てくるんで、ちょっとめんどくさいって言ったらめんどくさいんですよね。さあ、レッカー車入れたぞ。もうタクシーをね使います、めんどくさいから。次は確かゴミ収集車をね、取りに行くミッションをします。お使いですよね。ここら辺もちょっとぶっちゃけ飛ばしてもらったら一番良かったんですよね。飛ばしてもらったらっていうか、ゲームの中でも揃えてくれてたら一番楽だったんですけどね。まあちょっと時間短縮のために、ここはあえてタクシーでね、目的地まで一緒に行っちゃうと。ムーディー勝山さんだったっけ。またコメント入ってる。なんでムーディー勝山さんと俺言ってんだろう。このミッション今日あるぐらいかな。やっぱちょっと音がおかしくなったんですね、収録してて。 That's the ride, my man. なんかおかしいな。まあいいや、次回からちょっと気をつけます、こうなんないようにね。このガソリンの値段がね、3ドル39、ちょうどね今日のガソリンの値段とあんま変わんないんですよ。さあ、この地図で今ずれてますけど、実際に運転してるゴミ収集車をハイジャックしなきゃいけなかったんで、ああいうことになっちゃったんですよね。だから一旦そこまで追いかけてって、ゴミ収集車を取りに行かなきゃいけないっていう。そうそうそう、移動してるんですよね。まあ、そんなこんなで、そう、最初なんかどっかに止まってんのかなって理解してなかったんですよ、自分。でも、あ、そうかと、ゴミ収集車かということで、この後気づきましてね、もう一回見るんですよ。そうするとまた動いてる。どういうことだということで気づくわけですね。これもまた見てイライラするシーンですね。
そうするとこの先に見えてくるわけですね。ゴミ収集車が、そうそう、こいつこいつ。さあ下にね、ゴミ収集車をパクれというコメントが書かれてます。怒ってる。ほら逃げろ、お前この後ろに入りたくないだろ。それで FBI の、 あの駐車場に行かなきゃいけないんですけど、警察にバレちゃってるんで、こう警察から逃げなきゃいけないんですよね。いつもの100円クオリティだったら、もうここで一回ゲームオーバーになって、それで終わりなんですけども、今回の私のスキルを皆さん見ていてください。私のスキル、さあ、実況者として一度全クリじゃねえや、一応ゲームオーバーになって再度やり直すことになるのか、はたまたうまくプレイをして、このまま持続プレイすることができるのか、100円の実況者としての腕はどっちなのかってことをちょっと考えながらね、見てもらえるともうちょっと楽しめるのかな。もう今見ると絶望的ですよね。本当にこれ見つかんなんですかね、一回このレベルを下げていけるのかということなんですよ。しかもこのバカでかいね、スピードが遅い、もう今ケツに警察来ちゃってますけど、一度ゲームオーバーになるのかならないのか、どちらなのか。行っていいのかな。実はですね、視聴者さんの、コメント欄にもいっぱいあったんですけども、100円さんと警察に見つかってもずっと動いてる必要ないんですよと、どっかに駐車して隠れたら問題ないですよっていうことをね、書いてくださった方が結構いらっしゃったんですけど、まさにその通りで、そんなに何ですか、やらなくてもね大丈夫だったんですよ。ここで今ちょっと警察に差をつけて移動してますけど、このあとですね、なんとゲームオーバーにならないでうまく警察から逃げることができるんですね。いや、そういう、こう実際にね、視聴者さんの助言をいただいてこうやって結果が出るときほど嬉しいことはないですよね。ただ地図を見ろっていうのはちょっとあれですけど、まあそこはねあれなんですけども、こういう豆知識的なのをちょっともらえるとすごい便利で助かるんで、そう、結局ここに隠れることにしたんですよね。ここに隠れたらいいじゃないかということでちょっとやってみたんですけども、正面からちょっと警察が来てるんですよね。でちょっとハラハラドキドキしたんですけども、来る前に終わっちゃったということで、本当にここに隠れたことが必要だったのかっていうのはちょっと真相は分かんないんですけど、まあ、とにかく死なないでできましたね。こっからもう一度さっきの、駐車場に戻ってまたミッションを進めていくんですよ。ぶっちゃけ言うとまだこのミッションしてないんですよね。もうちょっと先になりそうですけどね、いろいろこう準備しなきゃいけないんで、まあさすがでかい車ですよね、何をものともせず。でもさっき思うと、実はこのゴミ収集車来てませんでした、さっきの動画の中で。レッカー車落とした時に目の前にあったような気がするんだよな。あれを取ってたら一発で終わってたのかな。それにしても本当によく街並みができてますよね。このゲームを作るのに、200億かかったっていうニュースあったんですけど、どこに一番お金使ってんですかね。その PR に対して使ってるお金を言ってるのか、その開発費だけで250何億だったっけかな。
まあ、もちろん人件費なんでしょうけど、何どこに一番金使ってんだろう。グラセフは自身のあれかな、ゲームエンジン持ってるのかな、ちょっとそこら辺わかんないんであれですけど、結構あ着いたかな、あー来た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 、これでやっと半分ぐらい準備が終わった感じですかね。まあ、ぶっちゃけあんまり面白くないエピソードっていうか面白くないミッションですよね。これまた50なんですね。アンデンテッドだからぶつけまくっちゃったから結局あのポイントがもらえなかったんですよね、あそこ。次はなんだっけこれ、この1個だけ、あそう、これだけか。フェデラルインベスティゲーションブルーやる。それでこれ見てなかったですよ自分。多分あれもう1個やっとかないと次のそのミッションがいかない。これが最後の1個だったのかな。あのさっきのでかい H っていうのは、あ、ちょっと待ってください。サニテーション trucks there now。 あ、ゴミ収集車集めたぞ。だから心配すんな。あのでかい H っていうのはもともとあの結構前のエピソードで、なんか船に船を襲って、なんか警察の、警察じゃないや、メアリーウェザーが守ってるものを盗むみたいな話があったんですけど、そのミッションだったんですよ。この今やってるミッションとはまた別の。そんなんでひどいなこれ。それを分かりつつ、あ、分かんないで違うミッションをやっちゃうっていうね、あのメアリーウェザーのミッションをやってしまった100円がいますけども。あぶね。あと視聴者さんの誰かがこのタクシーを盗むと人をなんか連れてくこうバイトみたいなのができるよって言ってたんで、ちょっといつかねそれもやってみたいんですけど、今日はちょっとコメントで紹介しながらやっても面白いな。携帯が目の前にあるんでね、これで最近なんか音がやっぱ途切れながらなっちゃうんですよね。なんか調子悪かったな。またところどころ架空の自分が出てくるんで気にしないでください。これなんだっけ、何やんなきゃいけないんだっけな、これ。こう工事してるんですよね。この今出てたワーニングは逃げるための車をどっかに隠しとけみたいなのが書いてありましたけどね。あ、俺もうおっさんだわ、全然覚えてない何やったか。自分が昨日これ収録したのに。あ、思い出した思い出した、あれだ、あの服を買いに行かなきゃいけないんですよ。襲う時の服ですね、確かボイラースーツ。これもね、右の服のとこ行きゃいいって分かると思うんですけどね。拳銃のとこに行っちゃうっていう、また100円クオリティ炸裂ですな。アメリカのねお菓子はこういうので買えるんですよ。フェンディングマシーンと呼んでますが、さあこれですね、これでボイラースーツ、作業服みたいなもんか。ところがそのなんかこれ、このミッションにももらえるんですよ、金とか銀とか銅とか。どうやらその僕同じ服を3つ買っちゃったんですけど、なんか3種類買うとか、なんかねこうそこまで思いつかなかったんですけど、なんかそんなのがあるみたいなんですよね。だからやられましたよ、やられちゃいましたよ。ほらユナイテッドカラーズってあるでしょ、もらえてないんですよね。いやー、これどういうことなんだろうね。何やればよかったんだろう。3種類買えばよかったんかな。